これより会議を開きます。日程第一および第二は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。日程第一、令和6年度出産子育て応援給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律案、日程第二、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の趣旨弁明を許します。地域活性化子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員長谷浩一君。ただいま議題となりました両法律案のうち、まず令和6年度出産子育て応援給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。本案は令和6年度出産子育て応援給付金について、給付金の支給を受ける権利の差し押さえ等を禁止するとともに、給付金として支給を受けた金銭等について非課税とする措置を講ずるものであります。本案は昨13日地域活性化子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。次に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。本案は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給の請求期限を5年延長するものであります。本案は昨13日地域活性化子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。なお、本委員会におきまして、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する件について決議が行われたことを申し添えます。何とぞ健やかに速やかに、ご賛同くださいますようお願い申し上げます。両案を一括して採決いたします。両案を可決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって両案とも可決いたしました。